日本には古くから武器を持たずに素手で相手の暴力を封ずる柔ら、すなわち柔術と呼ばれる武術がありました。そしてその流派の数は記録に残るものだけでも179流にもあらゆる場合に備えるために多種多様ですが、大別しますと接近して相手の襟袖に組みついてかける技と、離れて相手が殴る、突く、蹴る、または切るのを防ぎながらかける技とになります。陽心流柔術の伝書に我が術には殺がないといい、大東流合気柔術の言い伝えに切られない、切らない、殴られない、殴らない、蹴られない、蹴らないという言葉があります。つまり柔術はどんな攻撃に対しても完全に防御をしながら相手を殺さずに倒して抑えることを中心の目的にしていました。現在の柔道競技は明治時代に加納治五郎師範が古い鶴竜柔術に一貫する説明原理を機能して近代化した武道です。加納師範はこの柔道原理を基本として組み合った場合の投げ技と固め技について乱取り試合法を編成しました。一方会津藩には大東流合気柔術という柔術が密かに伝えられていました。この合気柔術は特に関節技と当て身技に優れていました。明治時代この流の中高の祖武田宗岳王は小野派一刀流剣術、直新影流剣術、さらに宝蔵院流槍術も極めています。こうして大東流合気柔術には剣や槍の術理が吸収昇華されたのです。武田王の皇帝の上柴盛平師範はこれを合気道と改称して広く普及しています。合気道の練習法は型による方法です。つまり古来のままの投げるものと投げられるものとをあらかじめ決めた約束稽古です。これからお見せする合気道競技はこの型による稽古法にさらに乱取り稽古法を加えることによって型稽古のみでは不可能に近かった古流柔術の技の自由な応用、連絡変化の妙を得得できるようにしたのです。合気道競技の乱取り法は柔道競技では省かれている当て身技と関節技とによって編成しました。そしてこれらの技を自由に連磨できるようにしたのが合気道競技です。姿勢、何をするにも姿勢が基本ですが、武道では姿勢の崩れが即敗北につながります。自然のままに柔らかく立ち、どちらにも偏らない正しい姿勢です。これが攻撃にも防御にもすぐに自由の利く構えです。座った時も柔らかく、しかも押されても引かれても崩れない姿勢です。移動、上体をまっすぐにした自然体を保ったまま立ったり座ったりします。次に前後左右斜め前斜め後ろの八方へ動いてみましょう。いつでも上体は正しい姿勢を保ったまま、下半身が自由に敏速に動きます。自由に動ければ不敗です。これが自然体の理です。片足が動いたら
すぐもう一方の足も送ります。です。自然体を保って足腰を鍛えるのに最高の方法です。手刀、これは手さばきの基本です。刀を手刀に変え、全身の気力を手刀に集中させます。手刀の誤動作です。常に働きは中心線上でしましょう。手刀は東方から。参考のため木刀によって東方の誤動作を見てみましょう。打ち込み、切り返し、突っ込み、袈裟打ち、天体の打ち込み、手刀の体操化。今見た刀法を両手でやってみましょう。この踊りのような手刀体操に目付けと間合いが加われば、そのまま素手による剣道となり、最高の護身術です。上達するにつれて、この手刀動作が合気道の全ての技に生きていることにお気づきになるでしょう。手刀合わせ、手刀を中段に合わせ自由に動きます。ひかば押せ、おさば下がれ、一足一刀の間合いを正しく取りましょう。かわし方、相手がナイフやパンチで攻撃してきても体が自由に動けば不敗です。六方向に正しく動いてかわします。これが相手の攻撃を無効にする十の理です。剣に対するかわし方、相手がたとえ武器を持っていても目付け、間合いを正しく取って六方に動いてかわします。この体さばきだけによるかわしをまず徹底的に稽古しましょう。もう一度縦位置から見てみます。手刀による払い、次に誤動作で学んだ手刀による払いを用いて相手の攻撃を無効にします。剣道原理に従って中心線上で必ず受けることを忘れないようにしましょう。組みつかれた場合の離脱法、
かわしきれずに、また払いきれずに組みつかれてしまったのは、一歩遅れたことは確かですが、慌てる必要はありません。かえって組みついてきたのを利用して相手を崩します。組みつかれた瞬間に指先をパッと伸ばして、手刀を内または外に返します。そして中心線上に保てば、相手は他の手や足で攻撃できません。両手で組みつかれても、後ろから組みつかれても、抱えられても、手刀体操の体さばきと手さばきを使って、柔らかく相手の力を逆に利用して崩すのです。技の分類。合気道の技は2000余りと言われてきましたが、分類整理すれば原理的には十数本になります。当て身技5本。正面速報、右手で速報、左手で下段、後方より、以上の5方向より当てます。組みつかれて邪魔された場合、まず手刀によって崩してから当てます。肘関節技6本。相手の肘関節を左手で圧迫し続けて押し倒す。腕を返す。脇に固める。今度は右手を肘関節にかけて引き倒す。腕をひねる。脇に固める。組みつかれたら手刀を返して行います。
後ろから組みつかれたら手刀を返し、体を展開して同様にします。手首関節技8本。この技は小手ひねりと小手返しです。小手ひねり4本。小手ひねりは相手の手首をつかんで内側へひねって決める技です。相手は前方に倒れます。こちらの手首の取り方によって4本となります。組みつかれたら手刀を素早く使って崩しましょう。手は中心線の上段で使います。小手返し4本。小手返しは相手の手首をつかんで外側へ返して決める技です。相手は後方へ崩れます。こちらの手の取り方によって4本となります。手刀を下段で使って崩しましょう。乱取りの型17本。以上の技の分類に従って乱取りが自由にできるような攻撃技として17本を選びました。当て身5本、正面当て、相構え当て、逆構え当て、下段当て、後ろ当て、肘技5本、押し倒し、腕返し、引き倒し、腕ひねり、脇固め、
手首技4本、小手ひねり。小手返し。展開小手ひねり。展開小手返し。浮き技3本、前落とし。墨落とし。引き落とし。以上で基本編は終わりです。稽古法については下巻をご覧ください。